Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow
よっしゃー、今日は私の部屋でございます。綺麗、すごく広い。私の家よりは広くないかな。うん、そうかも。部屋は素晴らしいですね。なんかすごいジャパニーズスタイルな感じもするんですけど、アンティークと未来的が見えるんですよ、部屋として。あとはね、このテラスっていうのか、これバルコニーっていうの、バルコニーではないんですけど、あのね、すごい素敵なんですよね。これでなんか、あの母さんの時はあの窓を開けてすごい一気に息を吸って絶対気持ちいいです。うわー、なんか声がここに止まるのもお楽しみです。あと、下にあの実はお風呂もありますので、その後はなんかそれを見てください。ちょっと待って、冷たくしよう。 Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone. Cause you never show. ああ、いい感じ。ちょっと、気持ちいい。いやー、最高ですね、これ。何も欲しいんですね。あと、これのおかげで抹茶味してますね。超抹茶の匂いもするし、ちょっとね、変な話なんですけど、すごいもう抹茶の飲み物みたいなっていう、抹茶飲みたくなっちゃうんですね。でもなんかすごい気持ち。あとはね、あの木で作ってるのはやっぱりいいですね。なんか自然で囲まれてるというの感じです。最高です。いやな、毎日こういうお風呂に入りたいな。いいね、気持ちいい。上下に動かして、はい、日本の朝ごはんはすごくヘルシーな感じなんですけど、ご飯の味がすごくライトで、でこのお魚とかちょっとちっちゃいのやつの方がすごく味が強いから、なんか合います。素晴らしいコンビネーションだと思います。イタリアの朝ごはんは全然違うんですね。チョッキンチョッキンチョッキンな。わお、
っちゃ気持ちいい。いいですね。もう絵になります。完全に江戸時代に戻ってる感じもします。いただきます。すっごく眠たいから全然おにゃーん。はい、来て来て。もちもおもおもおい、全然大きくなってるね君。はあ、福岡の旅から帰ってきました。今回福岡の旅に行ってみましたなんですけれども、すごくいい旅ができたので、いろんなの感想を、教えたいと思います。まずは福岡の自然がすごく多くて、すごい空気は違うなって分かってたと思うんですけど、一番最初の1日目宗像大社、の神社に行って、ものすごく綺麗なお神社で初めて大吉の、みくじで出ました。大吉はすごい。大吉はないんですよ。今まではずっと悪くて、大吉初めて人生の中で、ちょっと楽しかったんですよ。なんか超嬉しくてワクワクして、人はものすごい優しいだなって思ったんですね。なんかどこから来ましたのとか、おばあちゃんからおじいちゃんから声をかけてもらって、でその近く実は馬にも乗りに行きました。馬は久しぶりに乗りました。そう、実は昔ちっちゃい時に南フランスの方で馬に乗ったりとかしてたんですよ。でちょうど一番最後の、馬は白馬だったんですけど、今回多分15年ぶりに
白馬が出てもう運命だなって思ってたんですよ。いや、奇跡くんというのはなんですけど、超楽しかったで、超可愛かったで、超高かった、あーめっちゃ良かった。で、その馬に乗って道のところの方に散歩したりライドしたりとかして、で、なんかもうこういう経験は日本で初めてだったのですごく楽しかったです。宮地岳神社に行きました。で、くすま神社はね、狩りの道があるなんですけど、それはね、すごかったんですよ。もう奇跡のようで、見れると思わなくて。で、まあ、神社もすごく綺麗だったし、やっぱり食べ物は最高だったんですよね。 とにかく福岡の一つの大きな思い出は全部美味しかったですなんか食べ物もすごく美味しくて、奇跡も良くて、人も良かったから、すごくいい旅ができて良かったなって思いました。で、またこういう日本で旅行ができたらいいなって思うんですね。なんかもっと日本を見つけたい、もっと日本の旅にしたい、もっと地方に行きたい、もうすごい気持ちが大きくなってますので、またなんかこういう仕事がなんか増えたらいいなって思ってます。はい、ぜひ福岡の方がいらっしゃればぜひコメントしてくださいあとは、皆さんこういうところとか知ったりとかしてました。私はね、福岡一番最初はバンダイナムコ、その鉄拳のイベントに行ってたので、鉄拳の時はね、そのセンター、その福岡の街の中でしか見れなかったので、福岡はなんかものすごい大きかったんですね。思ったよりはものすごく大きくて、やめまでも行ってて、いや、なかなかなかったの旅なので、なんかおしゃれのジャパニーズカルチャーが見れて楽しかったです。はい、ということで、よかったらぜひいいねボタンしてコメントしてください。あと登録も忘れないでね。はい、ありがとうございました。また今度ね、チャオ。あと Twitter とか Instagram もフォローよろしく。ピース。春は早から雨の橋直近直近直近なー。